こんにちは。はい、それではただいまから、第23回全国障害者スポーツ大会佐賀大会において、活躍されました福岡市代表選手団による報告会を始めさせていただきます。今日は、選手団、67名を代表して下山団長をはじめ監督、メダリストの皆様にお越しいただいております。ではまずはじめに、選手団を代表し下山団長から大会のご報告がございます。こんにちは。令和6年度全国障害者スポーツ大会福岡市選手団の団長下山でございます。福岡市選手団を代表いたしまして私から総括的な報告をさせていただきます。高島市長におかれましては大変ご対応の中このような機会を設けていただきまして選手団一同深く感謝申し上げます。それでは大会の報告を申し上げます。今大会は10月26日から28日までの3日間会場は佐賀県各地で開催され大会式直後はあいにくの雨模様でございましたが3000人を超える選手の熱気で雨も上がり熱戦が繰り広げられました。福岡市選手団は選手38名監督コーチなど役員が29名総勢67名で参加しております。結果といたしまして金メダル7個、銀メダル7個、銅メダル6個の合計20個のメダルを獲得し、そのうち1人が大会新記録を出し、ボッチャが MVP を獲得しています。そして14名の選手と陸上のリレーで自己記録を更新しております。この結果は監督コーチをはじめスタッフサポートのもと、選手全員が猛暑の中、練習に励みその結果の成果を本番で出し切ろうと一人一人が頑張りそして選手団が一致団結して応援した結果だと誇りに思っております。全国障害者スポーツ大会は障害のある人がスポーツを楽しみ社会参加しそしてバリアフリーやユニバーサルデザインを推進する場であることも強く感じました。最後になりますが大会参加にあたりましてご尽力いただきました市長をはじめ市役所の皆様関係者の皆様改めて深くお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。下山団長ありがとうございました。次に各競技の監督から選手の紹介と成績の報告をお願いいたします。それではまず、陸上競技について報告をお願いいたします。こんにちは。陸上競技監督しております樋口と申します。どうぞよろしくお願いします。それでは選手の紹介をいたします。私の左の方からですけれども池松選手、黒土選手、東馬選手、大谷選手、中村選手、競技の結果ですけれども、金メダルが2個、銀メダル3個、銅メダル2個という結果を出しております。でほとんどの選手が自己ベスト更新というふうな素晴らしい結果を出しておりましてまた隣の池松選手の方は、50メーターで、大会新記録を更新しております。以上で陸上競技の報告を終わります。失礼します。ありがとうございました。次にフライングディスク競技について報告をお願いいたします。こんにちは。フライングディスク監督の高木と申します。選手の紹介をいたします。こちらが吉村選手です。競技の結果ですが吉村選手がディスタンスという距離の競技において金メダル1個を獲得しております。以上フライングディスク競技の報告となります。ありがとうございました。次にボッチャ競技についてご報告をお願いいたします。ボッチャ競技監督の荒尾と申します。私の右側から、石田コーチそしてその隣が、高崎選手その隣が清水選手今回この4名
技の結果ですが、対長野戦は6対0、対和歌山戦で5対0と勝利いたしまして、金メダルを獲得いたしました。また、全試合相手に1点も許さず、今回はブロック内での MVP に選出されております。以上、ボッチャ競技の報告を終わります。ありがとうございました。次に水泳競技について報告をお願いいたします。こんにちは。こんにちは。水泳競技監督の田辺です。よろしくお願いします。します選手コーチの紹介をいたします。私の隣から山口選手、鳥海コーチ、鳥海選手、田中選手です。水泳の成績を申し上げます。金3個、銀2個、あ、金1個、銅2個。この選手3名出場した2種目とも金、あ、メダルを取っております。以上、水泳の報告を終わります。ありがとうございました。次に卓球競技について報告をお願いいたします。こんにちは。卓球競技監督田中と申します。お願いします。選手の紹介をいたします。まず隣が山野コーチ、海吹雪選手、野中選手、羽根藤選手、車椅子の妻狩選手、選手は4名、私たちスタッフ入れて6名の選手なんですが、卓球競技は、それぞれが、頑張りまして、銀メダル3個、銅メダル1つを獲得しております。接戦の結果、涙あり、最後の悔しい思いもしましたが、最後は笑顔でみんな帰ってきました。卓球競技の報告を終わります。ありがとうございました。では最後にボーリング競技について報告をお願いいたします。ボーリング競技監督の安武でございます。で、選手の田畑ちゃんです。大会は4ゲームになりました。競技の結果は679で銅メダルを獲得いたしました。以上でボーリングの競技を報告終わります。ありがとうございました。以上で各競技の報告を終わります。続きまして、高島市長からお祝いの言葉をお願いいたします。はい、改めまして皆様こんにちは。こんにちは。下山団地をはじめ選手監督コーチの皆様、今日はようこそお越しくださいました。そして全国障害者スポーツ大会において今ご報告をいただきました。皆さんが大健闘されたということが伝わってきましたし、また自己ベストを、ね、更新したということは本当にこれまでの自分を超えられたということで、本当に皆さんのこれまでの練習の成果がまさに出たんだろうというふうに思います。皆さんのこの素晴らしい活躍は福岡市として大変誇りに思います。本当にお疲れ様でございました。またメダルを獲得された皆さん、本当におめでとうございます。今数チャリンチャリンと音がするということは複数取られた方もたくさんいらっしゃる、すごいなと思いながら音を聞いておりましたけれども、陸上 50m の大会新記録ですとか、ボッチャ競技の MVP とかですね、本当にすごいやっぱり記録も出されたということで、佐賀大会皆さんにとってもすごく思いも深いものになったんだろうなというふうにも、思います。また本当に皆さんはこういう賞を取られましたけども、やっぱりここに来るまでの間、小さい頃からのずっとこう振り返ってみてね、たくさんきっと皆さんの周りの多くの人が皆さんを支えてくれて、練習サポートしてくれたり、いろんな日常のサポートも含めてある中で、皆さんはきっとメダルを取ることができたんだろうなと思いますし、また監督コーチのご指導も素晴らしかったんだろうなというふうに、思います。ぜひそうした皆さんへの感謝を忘れずにですね、そしてまた同じようにこれから、パリのパラリンピックでもたくさん選手活躍しましたけども、今から障害のある方がスポーツをしてみたいなって思う、そういう身近な目標としてですね、皆様が活躍をいただけるということはすごく大きな、多くの皆さんにとっての希望の光となるというふうに思います。ぜひこれからもですね、こういうメダルを取るということは、スポーツの記録もそうですけれども、日頃の皆さんの振る舞いだとかも含めてですね、全てやはり皆さんの他の
障害のある方、もしくはスポーツされている方のもう目標に皆さんはこれからなるわけですから、そうした意味でもですね、ぜひ多くの皆さんに光を照らす素晴らしい存在としてこれからも大活躍を期待をしています。本当に皆さんの今回の健闘をお祝いを申し上げ、そしてまた福岡市民を代表してですね、皆さんに本当に誇りに思うということをお伝えをして挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。Thank you.